フジモンです。今日もやってきました、ショープロさん。今日ねちょっと某 YouTuber さんが作業してるということで覗きに来ましたよ。じゃあ早速行ってみようかな。サボっとるな、これ。サボっとるな。あ、暇人来たぞ、ヘコジが来たぞ。噂しとったんや。サボっとじゃないですか。酔ったやろさっき。たけちゃんもう来へんね、忙しいんかな言うて。来へんと思ったら来た来た。とっとうし。3時やから休憩して3時でも。3時もだいぶ回っとうじゃん。5分前に休憩したとこやから、5分前に。許可もらってない。許可与えてないぞ。許可などございません。チケットもらってほしい。もう金土来て2日間密着取材します言うから、いやどうぞどうぞみたいな。そこまで言ってない。密着じゃん、もう抑えたやろ。密着取材だよ。べったりべったりダブルダブルシーンやから。作業とろうもとんの何しとんすか。作業、いやもう3時すから今。いや4時っすよ、もう。え、もう4時前ですよ。あのビジネスの打ち合わせです。コーヒー飲んどじゃん。コーヒー飲んどじゃん。コーヒー飲んど打ち合わせっす。ああ、面白い。笑いすぎて頭痛い。作業を取ろう思ってきた。作業取ろう思った。作業終わったやんね。半分。あ、半分な。6時前のうちじゃん。そうなんや。あ、そうなんや。マスキングしたまま。そうですね。左半分終わりました。はい、いろいろ準備終わんねえ。ああ、そうなんですか。整備。なんで立とう。座れへんの。いや、取りようからね。まあ、はあ。これいつ上がるんですか。今日かな。早いわ。早いです、仕事が。たけちゃん撮る前だ、パソコンであれしてきてよ。もう宿題もしてこんと。いや、ちゃうん、それも言おう思ったんです。あ、それも言おう思ったオープニング の、 あの、うん、英語、うん、何言おうか分からへん。あ、俺も何回も来て書き出さなあかんわ。歌詞もらってください。歌詞もらわなあかんな。ショープロニューソング、ちょっと触りだけ書けてくださいよ。うん、書くわ。万州姫路しか分からない。かけてくださいよ。あ、かけろ。はい、大丈夫ですか、これ一発目。あ、一発目か。開けませんよ。いや、触りだけ。触りだけ。ショープロデュース、ニューソング。ええ曲やで、曲。これまで来た道、これから行く道。あ、タイトルは。タイトル。それ。それがタイトル。え、これから、これまで来た道。へい、万州姫路ショープロデュース。そこは分かる。俺がエンターテイナー、レッドバーディー。おいえー、最後が聞き取りづらいですね。そう、何音かがちょっと分からない。ヒュージャックマンって聞こえるね。レッドゼム、その言葉が分かれば作れるんですけど。いやいや、作業してくださいよ。作業取りに来たのに。あの、苦いと振り人だけですからね。どんなボディ磨いと振り人だけですから。どんな道具使ってるかとか。あ、なるほど。そういうのをちょっと見せてもらおうかなと思って。僕の動画に飛んでください、それは。いや、 WCWorksTV WCWorksTV ちょっと、真似してみました。あ、もうしぶりどんな。後ろ向けてみました。
あー面白い、はい、こんな感じで、ね、半分頑張りましょうか。そうですね、まあ、はい、ダブル C さんが、まあ、レーナの2億円の案件よろしくお願いします。あ、2億円の、はい、カメラマン、まあ、そういう単位の金額がショープロデュースでは動いてます。いや俺も嘘じゃん、こっからダブル C さんからこう思うて、そうそう、なるほど、奥の案件大阪オートメッセの奥の案件言うてもだ。ああ、まあなんかオートメッセの車両を WC さんが磨くと。ああそう、テーマそこやで、今日はテーマそれですよね。そうそう、これでもね、はい、多分まあお伝えしたんですけど、多分案の月末なんですよ。はい、ちょっといいんすか、その藤本さんのチャンネルで。さっき僕のチャンネルも1500人ほどしかいない。いや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 、よう儲かったらしいじゃないですか。儲かってないですよ、ね、ガッパらしい、チャリンチャリンがこう数えようらしいね。もう数えられへんわ言うて、もうすぐ帯が来るんじゃん。いや、帯こうでしょ、テレビで帯がこう乗るんじゃん。もうそんな、みんな見たらわかりますよ、フジモンチャンネル大したことないなこんなんて。いやいやいや、大したことない、ショープロチャンネルがもう上手やから。いやいやいや、あ、ちょっとカメラこっちいいですか。はい、兄ちゃん YouTuber! 見と、見と誰誰それね、僕の同級生で松吉さんってキャラの濃い人間がおるんですよ。これは散々したからな。これそうなんですよ、水戸のバッグ持ってこないだろ。そうか。で、その動画は WC さんのチャンネルで上がるんですか、ショープロチャンネルでも上がる、なんとなくなんとなくここがちゃんと本件。そうやね、だからどういう感じで磨きよかいうのは、あれ回しながら作業してるんですか。あ、普段ですか。いやいや、ね、今あ、今もだから場所場所全部回してるとどえらい長さになるんで、触りのとことか、あとは早送りで流したりとか、ね、あ、まあ見やすい角度、デモカー兼、まあまあ、イベントショーカーをどういう感じで磨くかっていうのは、うん、詳細はWC ワークス TV で、ね、見てください。よろしくお願いします。 WC さん、YouTube まみれやな。この声どっかで聞いたことある声やな。あれ？また邪魔しょうで誰や？ちゃう。あ、嫁はユッキーナと別れた。ジモンや。ちゃう。そのやっぱ LED の白は必要ないな。そうですね。あ、これ LED ね。ケンタミヤ君は初めて4パターンかいね。いや、初めて。あ、そんなことないよね。はい、あります、ね、道具もきっちりと。あ、道具としても大丈夫。あ、大丈夫です。 3M やもんね、基本。もうこれに対して、うーん、そうですね、今、でもそれこそ今もうすぐ出るやつがあるんですよ。これに対して、うちの磨きのセットは
ブランド。あ、オリジナルブランド。これだけです。これだけのセットしかありません。ここもあるけどね。あれぐらいセット。やっぱこれ 3M なんや。そうですね。これない。あ、何種類か。まあこの車。新古車ってこともあって綺麗なんで、あ、なるほど、ね、その必要以上に削る必要ないんで、あ、なるほど、はい、最低限でスポンジ2回ぐらい変えるぐらい、いや、もう1回できます。1回で、あ、1回できるんで、よっぽどどか要所要所で深いとこあったら、あのスポンジじゃないやつに変えて、あの毛の方で、はい、白い方で、局所局所いきますけど、基本も1回で、あのツヤ出すような磨きで、か、これそうですね。これが粒洗い。赤が粗い感じ。赤がこれよりは粗いですね。粗いね。はい。で、スポンジは一緒でいけるんですか。で、赤を使うときはスポンジ買います。やっぱりそれ用のスポンジね。はい、毛の。なるほど、なるほど。ウールの、ウールバフテですね。なるほど。はい。全然分からない。あ、出たがりおじさんおるで。出たがりおじさん。こういう感じで磨いてますよ。この磨いた。ね。はい、これがね、またこの会場で置くとまた綺麗に映るんですわ。プレッシャープレッシャープレッシャー、それはさあ、仕上がりの、この仕上がりは大阪オートメッセで見てくださいよ。こんな感じです。僕喋らんと、もう社長の喋ってるのが僕の声みたいな。そんなことないやろに。また見てくださいよ、大阪オートメッセでね。マートですか、マートっていう。こっちもあったっすよ。はい、これ皮は全然ちゃうの。さっきじゃ皮って伝えたら画面越しに。いや、腹の感じが。いや、もう僕ぐらいになるとね、やっぱりやった方どっちかっていうのすぐ分かりましたからね。ぐらいになる。いや、そんな大したもんやか。あ、ほんまやね、全然ちゃうね。これにコーティングかけたら、シュッシュでもええから。もう確かに全然ちゃう、この、うん、だから新車以上の輝きになるもんね。新車以上のシュッシュ で、 そのコーティングしてない。ガラスコードとかせんでもシュッシュですれば。うちもシュッシュ売りますぜ。まあまあこういう感じやもんね、シュッシュ。これは匂いのやつやけど、こうピッピッとしたらね、これ匂いのやつなんやけど、あれうちのシュッシュどこ行ったやろ。やっぱ奥深いね、高川君。これやからね。あ、これがこうです。出た。これ僕使ってるやつですよ。これ。これがあらしょ、巻いたら。そう。これが高川ブランドっすね。あれもまあ高川洗車されど洗車っすよ。あれへんかな。これこれこれ。これであとこんなやつでシュッシュ。はいはい、これまた違うんやけど。収集して、やっぱしたらやっぱベア、あ、ソアラがそうやん、あんなに弾きよった。めっちゃ弾いてましたもんね。うん、これちゃうけどね。ああ、うちのやつどっか行ってもか。ああ、違うわ、やっぱり。さっきの箱に入ったガラス用っすね。ちゃんとマスキングしてね。あ、ガラスにしたらやつ。あ、いいこと聞いた。マスキングして。ガラスに使おう。今何でもバーってかけてもいいけど。だから車2台。収縮してもガラスもいけるやつありますもんね。全部。全部してます。はい。まあまあこんな感じですね。はい、ですえー、色やわ、色がええわ。これとあの向こうのスーパーキャリーの色もええですよね。いや、あの色がこれね、だから同じカーキーでもこっちはクールカーキー、クールカーキーちょっとだけやってパールやし、それでちょっとこれでまた電気当たると感じが違うから。うわー、うん、いや、これメタリックは、いや、パールやね、パールっすか。これも磨いてほしい。これはええ色出したなと思って。いや、ええ色やろ。これも純正色ですもんね、鈴木の。これも純正色で、かっこいいね。あ、タケちゃん、えらい勢いで曲がったなぁ思ったら、裏に置いたんや。そうそう。ちょっと裏に置いてみよう思って、ステッパーをね。ところはますますでかなりまして、東でも同軸して、はい、さあ、どうなるか。田舎やからね、畑はしとかなあかんから。いやいや、受けそうな気がする。どっちだよ、これは受けるっすよ。カーキより、うん、こっちのこっちの方がええね。なんか大人しみが、大人っぽい、うん、緑がちょっと弱いですかね、あっちの方が、うん、そうやね、そうやね、こっちの方が明るいから。緑が強いですね。茶色とか黄色か、黄色に赤ってこと、うん、そうですね。クールカーキやわ。
これ怖いですわ。遠目で見たら黒かな思いますもんね、パッと見。電あの黒買うよりもこっち買うたものがええー、ねしやすい、うん、もう黒はあかん。ダメっすね。いやええー、わ。じゃあこれも磨いて向こうの今日今ダブルシーさんあと4回磨かれたら返してください。お前ね、じゃあ2日連続磨き。さあもう邪魔せんときますわ、もう。まあ、や邪魔したわ、もう。はい、でさっきなあれあれ行こう。これ LED 当てながら見よるんすか？なんか光があのー、そうそうそうあれやね、傷がな、ようわかんない。これ黄色でわかれるね。ああ。そうですね。白白の、まあ、やっぱ LED がいいんや。うん、これでもこれ照らして線買ったら磨きのこのあれのバフ面がわかる。ほんまやね。これでようわかる。ほんまやね。でこれもこう正面からじゃなくて。いろんな角度で見たら、ああ、はい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 、こうするといろんなこう角度で、はい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 、あの分かりやすいですね。なるほどね。なるほどね。まあ家でするときここまでせえへんですけどね。こういうの傷、これ傷か。ここまだすからね。まだや。こういうのはちょっとあのしっかりめに磨くようなイメージですね。そういうことか。うん、分かれへんもんな。でもパッと見なんか気づかへんぐらいのレベルやもんね。それでさすがに分かるかな。これ分かり、結構深いですね、これね。うん、じゃあ引き続きあと半分。はい。頑張ってください。頑張ります。僕は帰りますんで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、また2月。はい。はい。メンバーでお会いしましょう。ごきげんよう。あ、こっちから帰られてる。ごきげんよう。え、これ回すの？これ回ってんやん。さよなら。藤本さん、全部使うからな。全部使うっすよ。え、切らないですよ。切ってくださいね。基本、あの、資源を大切に。切ってください。はい。じゃ帰ります。お疲れっす。お疲れっす。仕事してました。してました。いやースーパーキャリーのカーキかっこええな。あれは確かにいけます。これこれええっすよ、かっこええ。スーパーキャリーもかっこええけどね。ちゅうことで今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントの方もまたお待ちしてますんで、よろしくお願いします。じゃあ今回はこの辺で。じゃあまた。なお、あの、ガヤが入っとんはショープロちゃん。正規門はダブルシーさん。正規門はね。はい、僕はもっとどうやが藤本や。いや、僕は案内だけ、案内だけですよ。案内だけ。いやいやいや。はい、ポーズ決めて、はい、俺が。いつもカメラ近いから。いきなりも開けるんかいな。いつもカメラ近いのは一人でこうやって撮ってるからね。あの棒使ってないんですか？棒使ったら結構こうある程度。ないんですよ。貧乏 YouTuber、 底辺 YouTuber。 なんで今日眼鏡してきたんよ。自分も出なあかんもんね。シミが目立つから。俺と一緒やんか。シミが目立つから。そらどうもどうもシミませんね。シミません。いやもうシメますよ。